こんにちは、村上です。今回は録音と音声についてお話ししていきます。基本的に映像を作る場合は画質を上げるよりも音質を上げる方が視聴者にいい印象を与えることになります。また声によっても与える印象は全然違ってきますので、ここでお伝えすることをしっかりと頭に入れておいてください。ここでの目標は自分の声を録音できるようになること、映像の中の音量や音質を変えられるようになることです。これは私自身録音を何度もしてみて気づいたことなんですけれども、録音を繰り返すことによってあなたの声が良くなったり、声質が非常に聞き取りやすくなったりしますので、ぜひともこれを機に一度でいいので録音をしてみてください。それでは始めていきましょう。まずはじめに音声の録音方法です。 iMovie での録音はアフレコですので、先に音声を入れるためのクリップを挿入しておきましょう。 iMovie で音声を録音する場合はビューアーの左下の方にあるマイクボタンを押してみます。すると録音ボタンが出るので、その横のバーをクリックしてからマイクを使う方はここのマイクの設定をしておきましょう。そしたら赤いボタンを押して録音が開始できます。ポイントとしては録音してすぐに話すのではなく少し間を置くことです。ちなみに私は iMovie だと少し音質が悪いので、いつもは同じ Mac の無料ソフトのガレージバンドで音声を収録しています。音声のポイントについては別の動画で話していますので参考にしてみてください。続いては以前にも少しお話ししましたが、音量の上げ下げについてです。動画の中のボリュームを変えるには、編集画面の動画の中央部で調整をするか、画面上部のスピーカーマークのところで変更ができます。基本的にボリュームを確認するときは下の音量の波形のところで黄色い部分があまり出ないようにしていきます。波形はビューアー右下の設定というボタンを押して、一番下にある波形を表示という部分を押します。これで音量が大きくなりすぎず、かつ小さくなりすぎないように確認していきましょう。ちなみに画面上部の他のクリップの音量を下げるというのにチェックを入れると、選択しているクリップの音声が聞きやすいように他の音量を自動で下げてくれます。はい、ではボリュームの調整はこんな感じですね。では次は音声の質感を変えていく方法です。先ほどのスピーカーのボタンの横にノイズリダクションとイコライザーを設定できる部分があります。まずはノイズリダクションです。これはノイズを自動的に排除してくれる機能です。チェックを押してどのくらいのノイズを排除するかを設定していってみてください。ポイントとして、あまりノイズを消しすぎると自分の声まで消えてしまう場合がありますので注意をしておいてください。続いてはイコライザーです。イコライザーでは音域を変更することができます。ここでもボイスエンハンスや低域増減などいろいろとありますので試してみてください。ちなみにもう一度言いますが、私はガレージバンドで音を編集してますので、これらの機能はあまり使用していません。参考程度にご使用ください。もし変更したい場合は、一度音声だけで書き出した後、ガレージバンドで読み込んで音を編集します。しかし、音がどんな感じで変わるかを知りたい場合は、理解を助けてくれると思うので、いろいろと触ってみてください。ガレージバンドの説明についてはまた別の動画に入ってますので、参考にしてみてください。ということで、今回の動画は以上です。まとめの代わりにアクションステップの時間がやってきました。アクションステップ1、試しに音声を録音して iMovie に取り込んでみてください。アクションステップ2、編集画面の音声のノイズを消したり音域を変えてみてください。ということで音声に関する動画は以上です。ぜひともこの動画の内容を実践してみて、何か感想や気づきがあればコメントなどをしてみてください。ということで今回の動画は以上です。それでは最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。いつか会える日を。